はい、皆さんこんにちは。マッサンカフェ TV 第28回になります。ちょっと約束通りもう14時なんですか。コーヒーを入れてからスタートします。コーヒーをこれね、 Facebook でもあげたんですが、うちの子供に父の日の前倒しでもらいました。ニトリで買ったやつですね。父の日の前倒しでもらいました。で、これでコーヒーを、私のコーヒーガジェットをお見せします。一般的によくこういうドリップパックありますよね。紙のコーヒードリップ、これで今日は入れてみます。入れると言ってもこれを一応ドリップしなきゃいけないんで、本当はケトルとか本格的なのがあった方がいいんですが、そんなもんなくてもいいよということで、こういう、わかりますかね、ただのビーカー。だいぶお湯冷めちゃったけどね、なかなかタイミング難しいですよ。ということで、これをこういう蒸しって、蒸しるというか切って、これは皆さんよくやられてると思うんですが、こうやってですね、カップオンドリップ、フィルターを乗っけて、あとお湯を注ぐだけという。最初に注ぐのはですね、いつもしつこく言ってるんですが、ちょろちょろと注いでください。これでも十分できますから、ちょろちょろと、ちょろちょろと。最初はね、コーヒーの豆の分ぐらいを、これ今日測ってないですけど、大体目安でいいので、もしくは点滴ドリップをしてたら、下にコーヒーの色が落ちてきたらもうこれ OK ですから、もう大体落ちてきてるんですね。結構早いですね、このドリップパックは。あ、もう色がついてます。これでもうあと下にドリップのコーヒーが落ちてきたら、多めにドバドバと入れてっていいです。最初がなるべく少なく、後の方が多く、だいたい4回から5回に分けていただければできます、ね。手元を見ながら、画像を見ながらで非常に聞こえる。音聞こえます。よし、ドバドバ行くぞ。はい、もう出来上がりますよ。ドバドバドバ。もうこっからドバドバ行っちゃっていいですから。本当は測った方がいいですよ。でも測らなくても目分量でできる人は、最初だけとにかくちょろちょろと入れて、下にコーヒーの色がカップに出てきたら、徐々に多く入れていくということで、一回全部終わりました。はい、全部終わりました。これでしばらく待てば OK ですので、コーヒーが出来上がりです。今回のこれ100円ショップで売ってますからね、これね。100円ショップで売ってるやつですから、ドリップパックはどっか適当にお好きなところで買っていただけるということで、